はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。マムルです。アンデッド・ザ・デモンズ・フォージ続きですね。なんとかやめてくれたか。危ないところだった。あんなんずっとやらされてた。大変なことになってましたから。よし。うわ、この弓の威力はよく分かりましたね。かなり効きますね。いなくなったかな。もっとまだいたのかい。本当にどんどん古くなってる。タイタンストライク。なんだって小僧の首はくそ重いんだ。こいつは楽しめそう。簡単すぎるぐらいだ。ってことはまだ他に何かあるってことですか。
よくやった。やつらも無視しただろう。なんだか、制度が何だ。アヤ軍が新人部隊とは思えないけどね。そうかい、そうかい。これはまた。なんだ、うわ。とはいい動向だ。うかうか話も聞いてられねえよ。どげい。聞かんよ。ただ全身あるのみ。崩れそう。そうやって誘うんじゃないよ。あなたのそういう迷信深さってちょっとな。最高ね。また決定だ。だから言ったろう。さあ、出る道を探そう。集中的に。それぞれのことを大変してる。すごいガンダム、本当に下水道はこれだから嫌いだ。スレックしか言いやしねえ。もうやめて。まさかデーモンか。なんだあれは。ああ、デーモンだ。もうデーモンも大した敵じゃなくなりましたね。あんたら人間なんだな。キャドくん、もうこの耳にすら気づいてもらえないの。他の捕虜は
何をして、どこへ行ったの？わからない。全土から何千人もの人間が集められてたんだが、何時間か前にほとんどの連中が要塞の奥に連れて行かれちまった。何のために？わからない。そこへ行ったやつが戻ってきた試しがないんだ。そりゃそうよ。こんな場所じゃ誰がどこ行ったって帰ってこないわよ。俺たちはそれを変えるためにここにいるんだろう。さあ、他の生き残った連中と何としても一緒に逃げるんだ。あんたらはどこへ？もっと危ないところだ。じゃあアーマーがパープするのか。さあ、忘れくよ。ただ放置しておくはずもない。用心しろ。強いですよね、本当に。爽快感がありますよ。まるで無双みた特にまだ戦っていいのか。ここで、まあ、終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。